ボートレース下関のボートボーイカップ5日間シリーズ初日のメイン競争を迎えます。第12レースの予選はドリーム戦です。対戦メンバー1号艇岡崎康弘、2号艇武田光文、3号艇岡田紀之、4号艇篠崎仁、5号艇中辻隆人、6号艇君島修造、以上6名です。1、2、3、4、5、6、本番も枠なり、前半レース全員が枠番違う中できっちりそれぞれ勝利を収めてという形。さあここはドリーム戦、それだけ楽しみ広がりますが、もちろん人気は前半3コースからまくって勝利の1号艇岡崎康弘で1コース、2コース2号艇武田光文に、3コース3号艇岡田紀之。武田岡田は前半逃げでの勝利、そして岡崎の相手として注目4号艇篠崎仁、4コース稼働、前半は大外6コースからまくって勝利。5コース5号艇中辻隆人は逃げで前半勝っています。そして前半まくって勝利は6号艇君島修造、大外6コース。全員が初日連勝をかけての第12レースの予選はドリーム戦、枠なり3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。1コース1号艇岡崎きっちりさスタートいって、ただ4コース4号艇篠崎がスリット後を伸ばしていく。1号艇岡崎に対して待ってのまくり出し、4号艇篠崎、あとは2番5番3番6番ですが、さあ注目の2人が大きく抜け出して一騎打ちムード。4号艇篠崎仁の船足が実に軽快、伸びる伸びる。1号艇岡崎を捕まえます。なおスタートは前提正常でした。4号艇の篠崎仁が先に回る。1号艇岡崎さあ仕返しを試みますが、1号艇岡崎渾身の差しですが、いかんせん船足的には4号艇篠崎の方が優勢で、トップは4号艇篠崎、2番手1号艇岡崎、3番手は6号艇君島と、5号艇中辻並走状態、あとは水が得て3番2番です。2周1マーク、4号艇篠崎トップ、2番手1号艇岡崎、3番手は6号艇君島が少し振り切るか、5号艇中辻が内にボートを振るという格好の3番手争いは接戦。今度は6号艇君島に対しては直線、5号艇中辻が伸ばしていきます。3番手争いは5号艇中辻船入ったか、2周2マーク、4号艇篠崎トップ、2番手1号艇岡崎、3番手5号艇中辻、先には6号艇の君島相当ですが、5号艇中辻の方が3番手優勢に変わりそう。レースは最終周回、4号艇篠崎は大きなリード、2番手1号艇岡崎上位2艇突き放して、3番手は5号艇中辻船を入れて体勢優勢のまま最終1マークです。6号艇君島切り返し試みようとしましたが、これは攻めてなく、3番手は5号艇中辻振り切って415で最後の向こう上面通過していきます。2連単41は 6.7倍、3連単415 16.7 倍を示しております。4号艇篠崎仁、初日から強力パワーを遺憾なく発揮という形。2番手は1号艇岡崎、そして3番手が5号艇中辻の415、第12レースのドリーム戦、1着は4番の篠崎ゴールイン、2着1番岡崎ゴールイン、3着5番中辻ゴールイン、あとは3番6番ラストで2番ゴールイン。